こんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。今日は、シュセルクリニックさんでいよいよ前回お話ししていた再生医療の、まずは、検査というか血液検査とか、問診とか、そういうのを含めて、あとは細胞の採取をします。いや、マジ本当にそんなに負担はないですっていう事前のお話はいただいてますが、やっぱね、初めてのことなのでめちゃくちゃドキドキしてますが、楽しみも含めて、全て公開しますので、ぜひお楽しみに。では行ってきます。失礼いたします。はい、こちら問診票にご記入お願いいたします。はい、名前まで書こうか。失礼いたします。はい、食べたいのかなって言うのか。はい、ちょっと指の先で酸素があったら分かるかな。こんにちは。こんにちは。今日は肝細胞の投与にあたって、はい、その材料となる脂肪をですね、摂取をしたいと思います。はい、体の中の脂肪組織を約 5g ぐらいですね、いただきます。で、目安としては小指の第一関節の上ぐらい、これぐらいの量ですね。で、こちらの方のクリニックではブロック摂取って言って、脂肪をブロックで取ってきて、それでその中から肝細胞を抽出して、治療に必要量ですね、増やして、それで、元に戻すと。で、今日今からやることをね、ちょっと説明したいと思います。脂肪を取る場所なんですけど、一応呼吸法あるということで、後でちょっと確認させていただきますね。はい、大体切開の大きさなんですけど、大体1センチ未満ぐらいです。広げて、その周りについてるやつを、取ってきます。実際そうですね、正面時間は10分もあれば終わります。はい、中で溶ける糸で少し興奮して、皮膚を寄せて塗ってみたら、それで寄せて傷口を切ります。何か今のお話で分からない点がご質問とかありますか？普通に、今日脂肪を取りました。その取った後は安静にするとか、何かしちゃいけないよみたいなのあるんですか？お風呂に浸かるっていうのはちょっと今日は避けていただいて、それで、シャワーしていただければなと思います。はい、何でダメなの今日は？お酒はね、基本的にはね、あまり飲まない方がいいかなっていうのは、一応切ってるので、お酒飲むと出血しやすかったりするので、そういった理由です。はい、あまり飲まない方で、結構飲まれるんですか？そんな説明1、2杯くらい。1、2杯くらい。ただの問題です。大丈夫です。はい、じゃあそういうことで、はい、今日はよろしくお願いします。お願いします。肝細胞治療を受けるということの同意と、ご自身の細胞を提供するという同意2枚必要なので、こちらに今日の結果の名前をお願いいたします。はい、
血管とかはストラップでいいんですよね。ですのでちょっと何本か効果あるかな。この辺にするか。あともう横にしちゃうか。そこでも大丈夫です。大丈夫ですか。はい、じゃあここにしましょうか。はい、じゃあここからここで今印をつけたとこぐらいでいいでしょうか。はい。はい、じゃあそれではこれで。そうそう。はい。三本目。はい。この中から先ほど言った幹細胞を抽出して冷やします。それを治療に使います。
結構縫われてる感じとかっていうのはなんとなくわかる。ありますね。皮膚が引っ張られてる感じ。引っ張られてる感じってそういうのはある程度ある、はい、あの本人じゃないかわかんないところじゃないですか、うんうんうん、そういうのって結構医者としては知りたいんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですよ、今度医者向けにちょっとそういうのをやってもらってもいいですか。すごい。でも本当にその内臓、ね、その脂肪をほじくられてる時とか。わかる。すごいわかります。ってことは内部に対しての深部感覚みたいなっていうふうなものに対しては比較的わかる、うん、なんか痛いとかじゃないんですけど、でも何ですか、でもピンポイントですね。テンションは引っ張られてるとかっていうテンションはわかるんですよね。そうですね。なんかでもそれはその場所っていうよりはその周りが寄ってるからみたいな、うん、すごい参考になりますおー、かわいいもんだ全然、すごい大丈夫ですかね。じゃあ以上で。ありがとうございます。すごい。ありがとうございます。じゃあ失礼します。先に連休で圧迫止血してたら、さっき言った手がありますね。てか、ですって言わないんですね。そんな大掛かりなんで。あうんの呼吸ですごいやってるから。です。テーパーみたいななって。え？え？先生こうやってるから。本来え本当の手術も言わないんですか。あんまり言わないですね。なんか言う先生もいらっしゃるけど、じゃあその大体彼女は覚えてるから、うん、順番を次何番とかこうで違ったらかって言われる。ちゃんといい音させるんですか。パンみたいな。あれもさせないの。そうなんだ。ちょっと期待してきます。開ける。術後の検査ですね。はい。125度、ちょっと上がってますね。やっぱり血液切ったり注射した後なんで、多少上がっちゃいますね。ストレスもあって。そのだからこの防水シーツ。はい、ね。これが手術後の夜の写真になります。お酒はですね、焼酎のお湯割りを4杯ほどいただき、こんな感じになりましたが、でも問題はないそうでした。こちらが手術から3週間後の傷跡になるんですが、そんなに目立たないと思います。注意事項の説明させていただきます。感染予防のために抗生剤を、はい、取ってください、はい、朝昼晩1日3回3日分入ってるので飲み切ってください。今日はどうでしたか治療は。治療はでも治療してる時にもちょっと喋ってましたけど、私は麻痺部分から脂肪を取って、まあ、でも一応そういう出血とかをいろいろ抑えるために、まあ、麻酔をしたんですが、でも脂肪を取られてる時にすごいこじくられてる感じっていうのがなんか伝わってきて、お腹周りでなんかウニウニしてるっていうのがあって、まあ、痛いとかそういうのじゃないですけど、うん、なんか不思議な感じでした。で最後傷口を縫う時も本当に縫われてる感じというか、皮膚をこうギュッと締める感じの時もあ引っ張られてるみたいな感じがあって、気分っていうんですか、体調も全然悪くないです。治療する前とした後のこの幹細胞治療の印象って変わりましたか。変わりました。やっぱり簡単簡単って言われている中でも、いやそれでもっていうやっぱ思いがあったので、なんでも実際やってみて、え本当にこれでいいのっていうのがめっちゃありますね。本当にこれで終わり、こんなんでよかったのっていうのすごいあります。楽しみですね、培養は。楽しみで、ちゃんとその培養してるところ、私の細胞が培養されてるところも取ってくれるそうなので、で本当これから私のその再生量というか、まあ、どうなるかわからないけど、でも本当にまずは一歩立てるまで、自分でこうグイッと立てるまでに行けたらまずいいなって思いますけど、本当に頑張ります。本当に逐一ちょっと全てお見せしていこうと思うので、皆さんぜひ
ご覧ください。はい、ということで、じゃあ今日は細胞採取編ということで、チャンネル登録をしていただいて、引き続きよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。